幼稚園や保育園の園児に交通ルールを知ってもらい、一人で外を歩くときの交通事故を防ぐため、今月から交通安全巡回教室が実施されています。19日、旭川松栄保育園で行われた教室では、交通安全指導員が腹話術人形を使いながら、子どもたちに信号機のある横断歩道の渡り方などを説明しました。ななちゃんは横断歩道を渡る前に、もう青信号がチカチカってしてたら、いつもどうしてますか？私ね、走るのが本当に速いから、いつも走って渡ってるよ。え、走って渡ってるの？うん。え、よかったっけ、走って渡って。この後、横断歩道に見立てたシートを床に敷き、信号機のある交差点での安全確認を子どもたちに練習してもらいました。幼児の視界はとっても狭いので、子どもは意外に車の存在に気づいていないことがあるので、車を確かめるときには必ず大人の人も一緒に、小さい間から本当に車が来ていないか確かめて道路を渡る練習を一緒にしていただきたいと思います。交通安全巡回教室は来年の1月までに市内79の幼稚園や保育園で行われる予定です。新型コロナウイルス感染症に関する健康相談窓口の電話番号と受付時間が変わりました。新しい電話番号は0166-25-1201です。発熱や咳などの症状に関する相談、病院への受診や検査、感染予防対策などの相談に看護師が24時間対応します。これに伴い、従来の新型コロナウイルス感染症に関する保健所の健康相談及び帰国者接触者相談センターは終了しました。市税と国民健康保険料がスマートフォンなどで納付できます。納付書のバーコードをスマートフォンなどのカメラで読み込むことで、いつでもどこでも納付できます。納付には専用アプリが必要です。詳細は市ホームページをご覧になるか、納税管理課25-5917までお問い合わせください。